はい、こんにちは、ゆうしです。今日はね、コロナ療養中で髪の毛がだいぶ伸びてしまいましたので、髪の毛を切りに行こうと思います。と思ったら自転車の空気が抜けておりました。これは残念。空気を入れないといけません。はい、空気を入れていく。空気をどん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 入れていく。空気をどんどん入れていく。あ、カバンが邪魔だ。カバンが邪魔だが、空気をどん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 入れていきます。入れていけ入れていけ。はい、髪の毛切り終わりました。はい、ごめん途中経過がありません。取るのを忘れておりました。私は何をしていたんでしょうか。はい、これね、モニョがね、コロナ退院おめでとういうことでね、アイスのサーティワンのね、チケットくれました。ありがとうモニョ。でもね、これ店内にね、テーブルがないタイプでしてね、仕方なく前の駐輪場で食べ進めていく。これすごい周りの視線が痛い。恥ずかしかったですね、これね。ただそれよりも辛いのが、すごく寒かったんですよ、ここ。めちゃくちゃ寒くて、サーティワンと全然関係ないフードコートまでね、これ移動しております。フードコートは果たして見つかるのでしょうか、いい感じのところが。目の前のね、店舗なんでね、サーティワン全く関係ないんですけどね、使わせていただきました。ありがとうございます。あ、いいところが見つかったようですね。よかったです。ここで、サーティワンを食べ進めていく。これね、いちごチーズケーキやったかな。いちごチーズケーキっていうやつで、めちゃくちゃ美味しいアイスとね、やっと普通のいちごのタイプのアイスを食べました。ここで頭が痛くなっています。わかりやすくアイスを食べて頭が痛くなっております。食べ終わりました。ありがとうモニョ、ごちそうさまでした。ね、もうこうなるとね、もう止まらなくなるんですね。もうどんどん知らないうちにうどんを頼んでおりました。どん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 食べ進めていく。これ美味しいね。やっぱりちくわ磯辺揚げの天ぷらもね、美味しかったです。ありがとうございました皆さん。ごちそうさま。またお会いしましょう。バイバイ、よしでした。